こんにちは。と、待ってっす。さあ、お金なんですけど、追加ガチャシンオロチということで、新しいオロチね。はい。簡単に言うと、ニョロロン技ゲージ貯める溜まった状態でスタート。この3つかな。はい。ニョロロン技ゲージを多く貯める溜まった状態でスタート。もういるんだよね。はい。もうお分かりでしょう。ネロチ。このネロチね。もう一緒よ。ニョロロン。技ゲージを多く貯める。溜まった状態でスタート。っていう、全く一緒っていうね。まあ、こっちはもちろんトリプルゼータだからね。うん。まあ、こっちの方が強いかな。ネロチの方が強い。だから、イベント終わってからの話をしてしまうと、ネロチ持ってれば、このオロチはいらんかなと。いう感じかな。うん。ネロチかぶりオロチ。ネロチかぶりオロチという感じでしょう。はい。特殊能力はまあ、これ全部かな。全部持ってるから。まあ、これはちょっとゲットしてからいつも通り使っていきたいと思います。イベント終わってからは微妙なのかな。はい。1.2%。もうここはいいでしょう。行こう。もうサクッとね。大丈夫でしょ。最近マジで調子いいからね。ガチャ。なんかもう、爆死の気配がありません。行きましょう。レバー1。いけるでしょ。いけるでしょ。オン。オン。でも、追加ガチャもずっとなんか50連以内とかでほぼほぼ出てるような記憶はあるの。だが、ネクスト。あ、ワンチャン、剣王でもいいよ。今、限界突破プラス9だから。ワンチャン剣王でもいいよ。でもいいってちょっとあれか。それは言い過ぎか。それは言い過ぎだけど。まあ、ワンチャン。ういー、ワンチャン虹来れば。もう虹来ればいけるもんね。あー、思い出した。鞘か。鞘。鞘さんとか言ってたな。思い出したわ。鞘さんとか言ってたわ。30連目。まあ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 、大丈夫だと思うけどね。大丈夫だと思われるけどね。金さんだな。金さんだな。くー。あー、びっくりした。頼むよ。ないなぁ。ないなぁ。あらら。あらららら。マジか？ネロチ、かぶり、オロチ。ちょうどいい感じにしまった。ネロチ、かぶり、オロチ。ちょっと待とう。あれ？え、待って、次50連目じゃない？次50連目やない？やばいなぁ。ここはちょっと一回戻ってからのもう一回ガチャ作戦だね。よし、完璧だ。これで出るでしょ。やばい、50連、神引きライン。神引きライン。もうえ嘘でしょ嘘でしょまあ。50も60も変わんないでしょ。うん。50も60も変わんないでしょ。3連続じゃない。まあ。ここで慌ててはいけない。まあ、言うて、まあ、60も70も変わんないでしょ。大丈夫。来たやろー。はい、二実行。まあ、大丈夫でしょう。70かな。70で。追加ガチャうるちぐー。はい、オッケー。まあ、ちょっと危なかったかわからんけど、オッケー。50も70も変わんない。いや、9000ポイントはでかいよ。マジな話をすると。まあ、普通ぐらい。70はまあ、普通かな。普通でいいでしょう。はい、オッケーでーす。ヤマタノオロチ。よかった。もうこれで大釜とかだったら泣いてたわ。お前を守る前にこの寒さで凍りつかせてしまうかもな。なんか今回氷系多いね。そういうやつか。はい、OK でーす。ってことで、まあ、神引きでも爆死でもない。なんとも言えない。だったら爆死でよかったけど、なんとも言えない結果でした。はい、使っていきたいと思いまーす。DXT。はい、ってことで、オロチ、使っていきましょう。ちょっとこれ分かりにくいけど、全強敵ステージ、ダメージアップ、
とサクちゃんからのダメージダウンだね、みたいな感じの方が分かりやすいかな。はい、特殊能力はそんな感じです。いつも通り生まれたてレベル50、技レベル3かな。いきましょう。はい、いつも通り、もちろんあれね、スキルも1ね、スキルも1です。はい、でさすがに全部の強敵やるのはあれだからちょっと絞ってやるけど、サクちゃん以外のステージのこの下の4つね、サクちゃん以外のステージはもうこのオロチいれば勝てるわ。今まで勝てなかった人もおそらく勝てると思う。ちょっと代表して KO のステージでやるけど、サクちゃんのとこ以外はまあこのオロチいればなんとかなるかなっていう。ダメージめっちゃ与えてくれるからこれも G 溜まるでしょ。でも撃っちゃって、はっ撃っちゃって、これ確か半分ぐらいいったよね、半分ぐらいいくよね。ほらもうめっちゃあれや、削れちゃうんよ、めっちゃ削れちゃうから、あとはもう一体なんか技貯めるみたいな。サンタのオロチダブルオロチで、もう一回撃てば勝てるから、まあこの下の4つの強敵は割とこのオロチいい感じかな、いい感じかと思います。ふみちゃんのステージとかもね、これでいけるからね。はい、オッケーでーす、みたいな感じかな。はい、だからこの辺はまあまあ活躍してくれて、ただサクちゃんのステージはなんかあんまりやね、なんかサクちゃんのステージはあんまりじゃない、これあんまり使えない感はある。この育ててないと結構きつい。まずはあれかな、まあ絶対勝てるんだけど、 KO とオロチ両方入れて、まあ世界最速もどきかな、世界最速もどきやりたいと思います。ガチ勢向けね、ちょっと今までめんどくさかったからね、 KO2 発とか打たなきゃいけなかったから、まあ KO とオロチ打てば倒せるのだが、技レベル上がってないからちょっと世界最速もどきだね。これなんか多くね、これなんか多い気がするけど、でもちゃんと G にして打てば確かいける。これでオロチ打って剣を貯めて消さってやるでいけないのかよ、惜しい。ほらもどきでしょもどきなんだよこれ。これね、技レベル上げないとあんま微妙なのよね。ちょっと技レベル4とか5とかにすれば今ので倒せるんだけど、ちょっと生まれたてのままだとこの世界最速がもどきになってしまうという感じかな。これオロチのみいける？これ育ててないと相当きついね。サクちゃんのステージはちょっとまだ見えてないのだが、でオロチと全員貯めたい暴走エンマも大きくしといて、これでエンマ騙してとりあえず大量消し誰か打ちたい、まあこっちでいいか、怒りを見ろ言って、でオロチ1回打つと、はっ、でもここ運ゲーだと思うんだよね。もうでボナ玉の近くにオロチのプニ、ボナ玉の近くにオロチのプニ、あと繋げなかったよ。ちょっと待って。やばい。誰か助けてくれ。めちゃくちゃなってきた。お、止まった。あ、G じゃない。あ、G じゃない。あ、でも待って、これ G じゃなくても。待って、これ復活。ここで、待って、言ったじゃん。で、復活でしょ。で、復活でオロチじゃない。復活のオロチ。オロチ3発撃てば、いけたー。おー、そういうことか。そういうことか。一応いけたけど。いや、これはちょっとでも、あんまり現実的ではないね。技ダメだからさ、必殺技は。連発しにくいっていう、やつ。まあ、一応勝てたけど、ちょっと、サクちゃんステージは、オロチのみ、なかなかむずいかなっていう、感じはするかな。はい。そんな感じで、まあ、まとめると、サクちゃん以外の強敵は、オロチのみで全然活躍できるけど、サクちゃんは、まあ、ちょっとあれかな、オロチのみだときついね。うん。剣王とか、踏み姫持ってれば、いい感じだけど、オロチと使えばね。オロチのみじゃ結構むずかったかな、という感じです。そんな感じかな。まあ、引くという人は頑張ってみてください。はい、ということで、本日は以上になります。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。